毎週水曜日のインサイトコラムは大野フォーカスです今日はどんなお話ですかはい、えー、コロナに負けない経済対策という部分で、はい、お話をしたいんですけれども、うんえー、このアメリカねまあ、200兆円以上のお金を経済対策につぎ込みますよね日本って一体どうなんだろう えー、ちなみにこうリーマンショックのとっていうのはです、ねえー、いくらやったかというと、えー、56兆円ぐらいこうお金使ってるんですね、それ以上使わないと、えー、多分ん、えー、今回の部分はそのリーマンショック以上じゃないかというふうにいわれています。 今を助けるってことですよ今困ってる人、今困ってるそこにちゃんと集中的にお金を投下しないとだからこれ優先順位というのを本当に間違ってしまったらいけないんですよ、最初、与党の先生たちっていうのはいわゆる一律的に現金給付すればいいじゃないかれ現金給付しても基本的にね、現金給付する人に。 まあいいんですけれども、今困ってる人たちは厚くしなきゃいけないでよそうなんです、ね、つまり、えー、いわゆる失業したとかね、働けないとか、うん、特にフリーの方、自営業の方、えー、いう部分に対して、えー、そしてなおかつ、もう、えー、インバウンド関係のお仕事をやってて、全く収入がなくなってしまったっていう自営業や企業の方の部分に関して、うん、まず第一っていうのは、えー、企業の破綻と雇用。 の回避、うん、一番重要でしょ収入がなくなった人たちに対して、その収入補填、うんえー、それからやっぱり企業の部分の存続が危うい部分に関しては、えー、そこの部分に対する補填、こ、うん、れをまず第一にしていかなきゃいけないんですね。そ、うんはい、それと合わわせていわゆるその、えー こ不思議だなと思うのはあのー、消費を回復させるっていう部分に関して、うん、これ、現金出したら、ですねみんな貯蓄に回しますよし間違いなく、うん、でやっぱり消費を回復させるためには、僕、先週も話しましたけれども、これ、消費税。うん のやっぱり軽減しかないと思うんですよ、うん、ただ、非常に難しいのは、なぜそこがうまくいかないかというと、一度下げたものは元に戻せないという危惧があるわけですね。すねだからどうなんでしょうね、例えば、このキャッシュレスっていう部分に関して、世界の部分の中で日本もそれを持っていこうと思ってるわけですから、例えばクレジットカードであるとか、何か他の部分の中で、うんえー、でとにかくそれを使うと、その部分が記録されといて、うん、その部分の中でクレジットカードで、あ かから戻ってくるとか、うん、現金で使われた方は必ず領収書の部分の中でその分の10%が後から戻ってくるとか予備的措置の部分の中で一番厳しい時に3か月間はいわゆるゼロの部分にして、うん、えその10%を戻しますよと、うんはい、え残り3か月は経済の状況を見ながら5%戻しますよという部分の中でいわゆる一律的に消費税をゼロにするとか5%するのではなくってそれで購入した部分に関してある程度の期間に対して 戻していいくようななな部分の中非常に重要じゃかで今の現状の部分の中で全てが世の中自粛自粛によって、はい、いわゆる人と物の動きがなかなかできない状況になってるわけですよ。はい、これはまだ日本はね僕らはお腹が空いたといえば、えー、いわゆるレストランに食事をすることもできるけれどもうん、うん、いわゆる海外っていうのはレストランって。うん もう全部クローズですよ、うなんかね、外出禁止っていうことで、トランプさんは、それを少しずつ自粛を緩和していくって、経済の対策が重要だって言われてますけれども、うん、まん、あ、延を防ぐのか、その自粛によって、経済の部分を緩和して、少し盛り上がされるのか、非常に難しいバランスを取らなきゃいけない時期なんですけれども、うん、僕はこの消費税という部分と、今を助けることを一番にやってもらって、うん、そしてその消費税という部分は、ある程度の経費回復。 消費を、えー、活況化させるという,、えー、いう部分の中で、ぜひとも、ね、そこを取り入れてほしいなって思うんです、ね、なんか今回、商品券っていうようなね、ってど,うますかどうなんでしょうね、それを、ね、売っちゃって、またお金に換える人とかね、ということも出てくる可能性もあるし、でまあ、ただ、商品券っていう部分の中で、それは印刷コストっていう部分を。 プラスでねお金を使うんであれば <laughs> そうか印刷コストがかかるかこれかなりかかるんじゃないですかかかるでしょうね額が半端ないですからね,ね10万円っていう1枚の商品券ではないと思いますよ多分1万円刻みとかね,ねっていう部分になるとそれは国民全員という形になると相当な印刷コストでその手前側にそのかかるコストを今必要な人たちにきちっと提供してもらわないことには、ね、非常に困るんじゃないかなとそれよりもいわゆる航空産業っていうのは 世界とつなぐ、地域とつなぐっていう部分ですから、ここを破綻させるわけにはいかないんですすよよ困りまそんな日本の大手航空会社っていうのは、来月から6割、7割、えー、国際線っていうのはもうなくなるんじゃないかなって言われてるわけですから、うそういった部分に対して、どこにお金を使わなきゃいけないのかっていう優先順位をしっかり決めた部分の中で、経済対策を行っていただきたいと思います。ね 10の還元はいいいかもしれないですね、うん、だってキャッシュレス決済でたまにほら会社によっては、まあ、ペイペイ今、メルカリがやってるのかな、はい、メルペイがやってるのかな、うん、20%還元とか週末だけとかやるんですけど、うん、ああいう時やると利用者急に増えるって言いますもんね <laughs> 10還元だったらね。 相当やっぱり消費は換気されますよ、かなり喚起されるそうでしょ、うんで、もちろんその部分に関して、ネットを通じたものとかあるかもしれません、うんうん、でそれプラス、ですね例えば大きな住宅であるとか、その車であるとか、家電であるとか、家具っていうものに関しても、うん、いわゆるこの時期っていう部分に集中しますよ、うんはいで、いわゆる国内の生産っていうのは、その部分の中で盛り上がってくるし、でそういう部分の中でも、まずそこを一番に考えてほしいと思うんですけれども、ね、だから、えーえー、下げたものは上げれないんで、 であれば逆に言うとその辺の部分をもっと頭を使って、うんねえー、最高学府の人たちが集まっている場所で考えているわけですからもうちょっと知恵を絞って、うんえー、いろんな部分の中で経済対策を進めていただければと思いますよ。確かに大野<っ>、はい、フォーカスイインサイトコラムでした